はい、本日はですね、買ってよかったダウンジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、いつもはある程度客観的な意見でいろいろ言っていきたいなと思ってるんですけども、今回に関しては僕の独断と偏見をずらずらずらと喋っていきます。だから完全に僕の好みしか喋ってませんのでね、今回は買ってよかったダウン、アイテムっていうところをね、ご紹介していこうかなと思います。まず早速一つ目いきましょう。何かと申しますと、今も着てますけども、このチェックのシャツでございます。これ一応ね、中綿というか中にダウンが入っておりますので、まあダウンと言っちゃっていいでしょう。でこれを選んだ理由はもうシンプルに一つ、何かっていうと、とにかくかっこいい、もうそれだけで。ね、なんかインスタグラムでもね DM 来たんですよ。拓造さん着てるあのチェックの赤のやつってサイズなんですかって聞いたんやけども、動画見てくれ、それは動画見てくれ、いちいち答え出したらもうキリないからね、動画見たんちゃうんかいって思うんやけども、そんなわけわからんコメント DM してこんといてくださいね。動画見てもらったら多分サイズ僕言ってると思いますので見てくださいということなんですけども、なんかファンなのかファンじゃないのかちょっとよくわからへんねんけどもね、そういうコメントは来ておりましたが、これどっちかって男受けするジャケットかもしれないですね。女性の方からあんまりそんなかっこいいですねっていうことは言われることないけども、男性の方からねそのジャケットいいですねとかね、それめっちゃ似合ってますねとかって言われることあるんだけども、まあ男受けするんかもしれないんですけども、これはウールリッチの、そういうジャウンじゃなくてダウンですね。どういう時着るのっていうと、まあ後々出すんですけども、アトムエアルフーディーっていうジャケットあるんですけどもね、それも買ってよかった、まあ、ダウンじゃないんやけども、まあ、そういう中綿ジャケットっていうとスポーツすぎるんですよ。でこれは唯一私服で着れてなおかつ細身のダウンジャケットっていうかな、そういうところでこれめっちゃええなと思ってね、私服で着るとき着ようと思って、ちょっと出かけるとか、ちょっと街中買い物行くとかってなったらちょうどこれぐらいがいいじゃないですか。買い物の時にねここまでのダウンジャケットって正直言って暑いんですよ。だからちょうどこれぐらいやったら、まあカルディでタダでコーヒーもらおうか言うてもね、まあこれぐらいやったらええけども、こんなゴツゴツ着てたらもうカルディでもコーヒーも俺ええわと外で待ってくわっていう話になるじゃないですか。皆さんイオン行ったら大体カルディ行くでしょ。でそれでコーヒー飲むはええんやけどもね、暑いダウンジャケット着てたらカルディの道また狭いんですよね。ほんで迷路みたいになってるからだいたい当たるんですよ。あすんませんなんて言いながら行かなかったけど、これやったらすっきり細いからシューってこうやって行けるからね、いいちょうどいいし、暖かさも絶妙なラインやからちょうどええやろうなっていうことで、今回まず一つ目っていうのがこのウールリッチのブルゾンね。これ一つ目、ちなみに正式名称僕分からへんけどキムタクジャケットと呼んでますけどもね、プライド2004年のプライドの時のキムタクにそっくりやからっていうことでキムタクジャケットなんですけど、まずこれが一つ目で、二つ目っていうのがこれ多分今年の冬一番着るんこれちゃいます。ランガのホワイトレーベルっていう、まあ普通のランガじゃなくてもうちょっと極寒地用のスペックになってるんやけども、このダウンジャケットでこれに関してはね、実は去年からも結構着てたんです。で去年は去年でもっとええのがあったんですよ。でね、去年のええのは何やったんかっていうとですね、このヌプシジャケットがね結構良かったんですよ。で僕基本的に選ぶ際にはね、とにかく質です。見た目とかそういう値段とかでは決めません。質がいいか悪いか、だからいくら値段が高くても質が悪かったら選ばへんし、値段が安くても質が悪かったら買わない。よく有名な言葉ありますよね、買う理由が値段なら買うな、買わない理由が値段なら買えっていう言葉あるじゃないですか。安いから買っとこうかって結局無駄遣いになっちゃうからね、そういうのは微妙なんだけども、このヌプシが特に良かったんですよ。ほんま3万5千とかで買えて良かったけども、今年ちょっと仕様変更しちゃったから僕の中では買って良かったランキングには入ってきません。なのでそれにね置き換われるぐらいのスペックってなったりしたら、やっぱフードないジャケットって結構使いやすくないですか。フードあるジャケットもええんやけども、フードあるジャケットってどうしてもこの辺が肩凝ったり首凝ったりしてくるんやけども、こういうねフードのないタイプ、スタンドカラーのタイプってパッて切れる、気軽に切れちゃうんで僕個人的に好きなんですよ。で何やったらこういうのが一番使用頻度高いんですよ。結局もともとダウンの形ってこれじゃないですか。でそっから派生していってこうロングが出てきたりとかフードが出てきたりしてるけども、やっぱこの形一番使いやすいんですよね。でそれでいて一番保温力高いなって言うてくると、やっぱりこのナンガのホワイトレーベルかなと思います。で今年ねありがたいことにナンガのホワイトレーベルさんから直々に連絡いただいてね、タクゾーさんよかったら今年のバージョンもあるので商品提供するのでレビューしていただけませんかっていうお声いただいたんですけど、申し訳ございませんということでね、僕基本的に商品提供とかやりませんので、それなら自腹で買いますということでね断りはしたんですけどもね、まあ全然そういうことで全く関係ないというか、全く関係性ない、切ってるぐらいの関係性ないけども、アイテム自体は全然非常にいいものじゃないかなって僕個人的には思ってるんで、今年の多分一軍になるかなと思います。とは言いながら今障害者2つちょっと派手ですよね。パッとこう出かける際とか仕事行く時に着る分には全然これめちゃくちゃいいんやけども、街中でちょっとしない子か
とか、ちょっとおしゃれなカフェ行こうかってなった時にちょっと派手すぎるから、そういう時には何着ていくんですかっていう話になってきたら、そういう時にはこういうの着ていくんですっていうのがあるんですよ。でそれが何かっていうと、水沢ダウンね、デサントの水沢ダウン。これ実際問題、僕大阪市内にね、行く時って、まあ、どういう時行くのって言われると、あのね、顔のね針治療を僕やってるんですよ。ハリネズミみたいな針治療やってるんだけども、そんなあの美容関係誰が興味あんねんって感じだけどね。そういう針治療やってる時って大阪市内のど真ん中なんですよ。でそれ行こうと思った時に、このオレンジできたら、またあいつなんかオレンジできたでって絶対言われるじゃないですか。だからまあもうちょっとこう街中に沿うような格好しようと思ったりしたら、これが一番いいんですよ。っていうのも、その大阪市内行く時って微妙に電車もなんか乗り継ぎしやなあかんし、ほんでちょっと歩いたりもするから、外は外で寒いしってなってくる時に、ちょうどこれ防水やから雨とかでも問題ないし、脇のとこにベンチレーション入ってあるから、暑なったなと思ってここ開けてあったらめっちゃ涼しいんですよ。だからね、どっちかって言ったら冬の寒いところに着る用のジャケットじゃないんですよ、僕の中ではね。どっちかって言ったら市内とかちょっとおしゃれなところとかで着るってなったりしたら、これぐらいがちょうどいいんちゃうかなっていうところで、まあ、そういう時しか逆に言うと着ないんですけども、活躍してくれると。ちょうどこの派手なんばっかりじゃあれなんやけども、おしゃれなとこ行くってなったりしたらやっぱこの辺なんですよね。だからさっき見てもらったみたいなオレンジとか、このチェックのやつ、これはね、特にどういう時がいいかっていうと、やっぱり僕はよく言ってるんだけど、スーパー多摩でね、大阪にありますけど、スーパー多摩で言ったら目がギラギラするぐらいピカピカしてるんですよ。そんな時はもう目立つよ、もうこれ非常にいいぐらい目立つし、あとジャスコね、イオンじゃないですよ、ジャスコ。ジャスコ行く時なんかはね、このジャケットとかが非常に目立って、あの迷子にならないのでね、迷子になったらアナウンスしやなあかんから、アナウンスされないで、ジャスコでこれ着れるんじゃないかと。で逆にこっちとかやったら、もうちょっとおしゃれなとこ、パルコ行きますよとかね、あとなんかカフェ行きますよとかね、そういった時はね、あのこういったジャケットになってるので、まあ、これはジャスコジャケットではございません。スーパータマデジャケットでもないということなんでね、そういう時には着用したらいいんじゃないかなと思っております。そして次のね時は、もっと寒いところですね。ほんまに北海道とかでとにかく寒いっていう時に、もう分かってる時あるじゃないですか。もうそんな時はこれ、こちらのピレネックスで、こういうタイプを僕カナダグースも持ってたりとかするんで、どれにしようかなと思ったんですけど、僕選ぶ基準、さっきも言いましたけど、値段でもないし見た目でもないです。何かっていうと質です。一番質のいいのを選んでるんやけども、その中で言うとカナダグースももちろん質はええんやけども、それよりもこっちの方が中に入ってる綿がいいやつなんですよ。カナダグースが625フィルパーかなんかって言ってるけど、こっち700あるんでね、こっちの方が質としてはいいでしょうと。そしてね、他にもね、ウールリッチとかも僕持ってるんですけども、まあウールリッチとか選ばへんかった理由っていうのが、この袖口にちゃんとこういうリブがついてるんですよ。でこういうリブがあるおかげで隙間から風入ってこうへんし、なおかつ上まで締めた時にしっかりこう首元をね温めてもらえるっていうのと、後ろからの風がもう全く入ってこないんですよ。だから雪とか降っても全然後ろからあの風吹いても何のこともないんでね。そう考えたら、もう極寒仕様で、もう一回ちょっと北海道行きますって言われたりしたら、北海道行く時何着ていこうって考えて、いろいろ考えたんですけど、今の段階ではこのピレネックスが一番いいかなというふうには思ってます。ただ天候とかによったらね、ちょっと雨とかやったら微妙になってきたりするから、まあそこはそこでね、もし雨とかもう考えて雪降ったりするって言われるんやったら、この南下のやつとか、あとさっきの水沢ダウン、もうこっちで代用できるんで、まあその時はもうこっちでいいかなと思うんやけど、まあ普通に雨とか全然降らへんよって分かってるんやったらね、で極寒地行くんやったら、もうこれが僕の中で今一番ねいいチョイスしちゃうかなとは思っております。でまあ細かいとこなんですけどね、この細かいとこがね、あそうなんやって言ってくれる人いてるんやけども、この顎に当たるとこあるじゃないですか。この顎に当たるとこ見てください。このマイクロフリースやからね、めちゃくちゃ柔らかいし、なおかつあとポケットのね裏生地っていう、ポケットの生地もね、こういうマイクロフリースやから手入れてたりしてもね暖かいんですよ。だから手袋とかつけんでも、素手でこうやって手ポケットに突っ込んでね、こけたら知りませんよ、こけたらもう顔面からいきますから、その時は気をつけてほしいんですけども、ポケットに手突っ込んであったかいんですよね。って考えた時に、ほんまに真冬の北海道行くよって言われたりしたら、ああまあやっぱピレネックスかなって今んとこは思ってますので、一応まあそんな感じで選びました。とは言いながらもね、北海道で住んではる方はね、はっきり言ってピレネックスいらないんですよ。住んでる方じゃ逆に何着んのって言うと、もっと薄くなってね、アトム AR なんですよ。えちょっと待てと、北海道って寒いとこで住んでる人はなんでこんな薄いの着やなあかんのって言うてくるとですね、北海道って基本的に皆さん住んではる方、室内ってわけわからんぐらい暑いんですよ。ここもう夏ですかっていうぐらい、もうガンガンヒーターや暖房やエアコンや効かしてるから暑ってしゃあないけども、外パッて移動する時だけ寒いから、そういう時用にこれを着とくと。でこれやったら脱がんでもいいしね、普段生活されてる方、一番アトム AR ってどこの方着てるんですかっていうと、意外と九州とか着ると思うじゃないですか。九州の方もうほとんど僕言ったけども、アークテ
レス着てる人おらんから、もう全然直営店もないし、アーク着る人めっちゃ少ないなと思うんだけども、実はこのアトムやると北海道とかその東北の寒いところの人が一番着てるんですよ。だからもし仮に住んである今度引っ越しするってなったりしたら、これピレネックスとかカナダグース行きがちやねんけど、いや住むんやったらこのアトムなんですと、アトムちゃんを選んでくださいっていうことでね言っておりますが、残念ながらこれ今現在売り切れ中でございますけどもね、まあ、毎年売り切れなんで、もし欲しいと思う方は9月ぐらいに狙っとかんともうなくなります。9月とかだったらギリ買えるかなぐらいな感じ、早かったら8月中とかにも出てるんで、もうその時に買うしかないんですけども、まあ、それが無理やったら、まあ、また来年も出ると思いますんでね、もし仮に出えへんかったと、おいタクゾ言うてたやと、去年お前出るって言ってたから俺楽しみしてたのにっていう方はね、ご安心ください。だいたいアークテリクスってこういう人気商品ってちょっと変わったりしてもアップデートして変えてくるんで、その時はアトム AR はなくなってんねんけども、よりもう一個いいねアトム AR じゃなくてなんて言うんかわからへんけどもね、まあ、そういうのがもう一個出てくると思いますので、まあ、今回別にスルーでもいいんちゃうかなということで、今回ご紹介させていただきました。であと残り2点ね、ここに今出てるやつだけじゃなくて実はあってね、何っていうとこれはいいよっていうのも、僕最初から言ってみたいに見た目じゃないです、値段でもない質を選んでるからね。これに関しては値段実は安いんですよ、8000円とかぐらいやから別に値段で見てるわけじゃないんやけども、足元温めるってめっちゃ大事で、なかなか皆さんこう後になりがちなんですよね。もう上はすごいいいの着てる、でもう財布もすごいいい財布持ってる、でスマホも iPhone で十何万の持ってるやけど、靴なんかすごいボロボロの靴履いてるなとかってあるじゃないですか。でこれはいつ履くのっていうと部屋です、部屋履きとしてとにかくこれを履いてください。っていうのも外やったらブーツがあるでしょ、こういうハイカットのブーツがあるからもうそれ履いたらいいんですけども、冬場の室内って結構足元が寒いんですよね。あったかい空気で上に行くから下もは寒いんですよ。って考えた時にね、このヌプシのブーツってめっちゃ良くて、かかともこうペターンってね踏めるんですよ。だからすぐ履いてスリッパでもできるし、もちろんしっかり履いてね、このシューズにもできるっていうことで、これダウンが入ってるんですけども、僕も冬場になったりしたら、そろそろもうちょっとしたらね、今履いてるこのウーホスがお休み長期休暇入りまして、こちらのダウンミュールがね本ちゃんになってくるということなんで、まあ、これはねダウンジャケットじゃないんだけども、ダウンアイテムとしてはねもう必ず持っといてくださいと、もう僕は口酸っぱく言ってますけども、これは非常にどの家庭でもいるアイテムじゃないかなということでね、室内用で8000って聞いたらちょっと高いかもしれないんですけども、室内こそ毎日着てますから、毎日使うもんにちゃんとお金かけていかんとね、どうでしょうということで、まあ、これね言うときました。で次がね最後、これちょっとはっきり言ってちょっと迷ってるところではあるんやけども、こういったねダウンパンツ、まあこれはノースフェイスのねダウンパンツっていうよりかは、このこっから上だけ綿が入ってる、だから足元はシュッとしてる細い、結構かっこいい感じで履けるやつで、いやいやもっと寒いとこやからあったかいの欲しいってことは、こういうナンガのね、ダウンパンツが良かったりはするんですけども、まあこっちはどっちかったらなんていうのな、こう農作業してるおじいさんみたいな感じになって、見た目はちょっとかっこ悪いんだけども暖かさはある。だけどノースフェイスの方はシュッとしてるんやけども暖かさがあんまないっていうところでね、まあそれはどうしようかなっていうことで、今後中綿パンツ比較っていうのもねやろうと思ってるので、まあ、そこで決定すればいいかなと思って、今回はあえてこのアイテムっていうことは言いませんけども、まあ、ダウンパンツってね、あくまでモコモコしてるやつっていうのは確かにキャンプとかでしか着られへんような気するんやけども、さっきのノースフェイスみたいな感じでシュッとしてるやつとかやったら意外と街中とかで履けるんですよ。だからそれやったらいいんちゃうかなと思って、今年バージョンも僕また買おうと思ってるんでね、でその時にまた比較しようかなということでは思っております。ということで、いろいろ出てきましたけども、まあ、このチャンネルを見ていただいてる方はね良識のある、まあ、大人の方が多いと思うので、どっちかというと質を求められる方が多いかなということで、今回僕自身は、私服ではこういう感じでいきたいなと思ってますのでね、まあこんな感じのねアイテムになってました。でね、もしかしたら人によったらおいおいタクゾーとノースフェイサーのくせにノースフェイサーがないやないかいというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ノースフェイスはね僕ね実はもうバルトロの L サイズとかもないんですよ。だからもうサイズも適してないやつないしね、そもそもそれ以外のやつとかでもねピンとくるやつがもう今ないということで、無理くり入れる必要ないかなって感じで思ってまして、ほんまに質だけで求めようと、だから見た目とか、お金じゃなくて質で求めようとなってきたら、まあ、この辺りなんかなっていうことで何回も言ってますけどもね、まあ、そういったことでランク外になりましたんで、こんなことでランクのね紹介にしておきましたということで、本日はですね買ってよかったダウンアイテムということになっていました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。